どうも、おはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められた奇跡のスプーンというゲームをやっていこうと思います。なるほど、これパンケーキタワーデコレーションの会社ですね。となるとこれは鬼畜ゲームの可能性がうっすらありますね。なるほど、まあスプーンでボールをキャッチするっていう、まあシンプルゲームですね。オッケー、やっていきましょう。これ、なるほど、上はここまでしか行けねえぞと。取れた取れた、危ねえ。なるほど、スプーンだから、なんか、スコンってはいかないのね。クリンってなるのね。だから、クッション効かさんとダメやっちゅうことだな。こっから、ふい、はい、あ、ちょっと待って、面白いじゃん。面白いよ。うん。ただ、割と得意かもしれん。ちょっと、ノーミス全クリしたいな。よし、嘘、難しい。意外と、いいってなるね、これね。よしよしよし、ちょ待って。クッションが弱かった。おい、まあ、今のは綺麗なクッションではなかったけれども。まあ。まあ、こっからどう難しくなっていくか次第ね。これ、ただボールキャッチするだけ。俺意外と上手いんじゃない？もしかしてだけど、俺このゲーム得意かもしれない。よし、来い。よし、ちょっと待って、これマジで、いけるぞ。全然いけるぞ。これチュートリアルかな？まだ、全然牙を剥いてこないんで。結構奥まで行ったけど、全然いけますね。あれ、これもしかしてだけど、ちょっとぬるゲーの可能性がありますね。全然だよな。ちょっと待って、これはいかん。もしかすると、難しくな、危なかったけども、まだね、2回しかミスってないですよね。レベル10まで来て。今まで、ここまで、かつてここまでぬるいゲームがあっただろうかというぐらい、全然、よいしょ。これはまずいね。ただ、視聴者さんに勧められてる以上、こんなぬるさがずっと続くようなゲームではない気がするんだけど、こんだけかな。いやーい、まずいぞ、これは。ちょっと今、不安を感じているよ。このまま簡単なゲームで、全クリですってなられても困るしな。よいしょ。うーんだぞ。今んところ正直、うーんとしか言う、な、パンケーキタワーデコレーションも、まあ、途中で激ムズだったりしたから、ちょっと待って、思ったよりちょっとボールが速かったですね。いや、まあ、ただもうさ、一回見たらこれはさ、もう、この辺だから、ここだから、場所がここでもう、おい、ね、こういうことですわ。パンケーキタワーデコレーションが難しすぎただけで、このゲームはぬるい可能性がある。うん。いや、これもさ、もうこの辺でしょ？おっそ。やってきた。ちょっと待って。やってくるゲームだ。このゲームやってくるゲームだ。オッケー。うどんちゅるーのパターンね。はい。ステージ15にしてやっとこのゲームの本性を表してきたね。いや、これ、分かってりゃいけるけどさ。初見は無理よ、これは。オッケー。楽しいゲームだということが、やっと分かったんで、ちょっと、楽しんでいこうと思います。これはなんだ？ね、そのまま、普通か。これは普通。普通じゃない、もう！今、警戒はしてたんだけどね。だから、これはもう本当に、初見で勝てたら勝つよね。2回目はもう分かっとるから、同じトリックで来るんだろうっていうのは分かってるから、一発目が勝負よ。よし。これは、左行くかな。どう来る。もう、これの真下、こっちだろ。どうせこっち。なるほど。危ねえ。いや、もう、傾向はつかめてきたね。もう、2連発行くぞ。そのまま落下してくるか。だろうな。よし、勝った。危ねえ。なんかよくわからん。アヒルのおもちゃが。よし。さあ。見たことねえ。初のパターンっすね。なんかこれはどうなる？上にぴょんって飛ぶか、そのまま下落ちてくるか。下！よし。対応可能。
よし。いや、でもだいぶ難易度上がってきたな。うわー、またこれ？あー、アヒルちゃんがいてーの、あ、これで落ちてくるってこと？ナイス、エイス、よーし。あはは、ちょ、落ちたけど、落ちたけどクリアしました。さあ、スプーンちっちゃい。スプーン、あー、おお、今のはかなりすごかったんですね。先端で真上にトスしてからの。よし、よし。さて。なんだこれ、なんだ、どっちか、あ、くそ、ちょっとクイクイクイって なってくる。あー、来た。あ、おーおー、もったいない、もったいない。くそ、やっぱ一発クリアしたよね。これでも次は右の可能性もあるんだよね。全く、あー、でも一色せえ、一色せえぞ動きが。これでも左落ちてくるか、落ちてくるか。ああ、一緒、よし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 、一緒ならもう。よし、これ結構ステージ数あんな。ちっちゃい、ちっちゃい。ああ、なるほど。いや、遅い、遅いからなんとかで。おー、オッケー。あばば、もう。とにかくよーく見て、よーく見て、クッション、よーく見て、あー、クッション。よし、よし。いや、むずいよ。いや、2ウェーブ目があったね、今ね。ねえ。あー、これか、これか。あー、結構激しめに、結構激しめに、両方クイクイしている。よし、ラッキー。これタイミング的にちょっとぬるかったね。ちょっと久しぶりにね、一発クリアしたんで、ちょっと2連行きたいですね。さあ、下にボールあるパターン初めてですね。これ以上下行けないですね。これはな、どういうことが、あは、ちょっと待って、こういうこと、あは、ひどい、これはひどい。よし、さあ、集中だ。あー、これまた、ぴょこんか、どうだ、あー、浮く感じ、え、ちょっと、え、どうす、え、何これ、え、何今、あ、落ちてか、落ちてくんのか、あー、なるほど。初見のハードルが高いですね。だからまあもう、分かってりゃ余裕なのよ。これ、他のパチンコ玉を、ちょっと散らしといて、こんなんでしょ？散らしといたら、あいつだけが落ちてくるぞと。はいはいはい。分かってればさ、分かってれば何のこともないのよ。一発目なのよ、勝負は。さあ、行くぞ、行くぞ、一発で。おー、ほうほうほう。おーほう。で、金玉は？あ、金玉それ？はい。うわー、落ちてくれって、どこ行った、どこ行った、どこ行った、あー、分からん。もうこう、いや、なんかめちゃくちゃ弾けとるけど、あー、ちょっとむず、ちょっとこのステージなんかそんなに危機感を感じてなかったけど、あー、これ多分一番むずいんじゃないか、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一回でも止めないことには、止めないことにはもうどうしようもねえから、ある程度。ああ、今いけたかな。おお、なんだこれ。うわあ、なに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 、え、ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと。どういうこと、どういうこと、どういうこと。落ちてくんのか、こっから落ちてくんのか。んー、おお、落ちてきた、落ちてきたー。さあ、行こう。まあ、あー、なるほど、卵産むのね。はい、早いって。卵そんな勢いよく産まれんて。よし。いや、もうマジで大変。お、おー、来た！ファイナル！ラスメン？うん、超簡単。え、あー、なるほど。ひよこが襲ってくるぞと。よいしょ、これ、あー、ちょ、もう邪魔すな、邪魔すな。邪魔してくな。あー、上からも、上からも、ちょ、もう、太郎さん、あー、でけえ。これはもう、よし。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、コンプリートですね。ありがとうございます。時間が、45分ちょっとですね。はい、45分ぐらいで、全クリできました。ウェイ、ありがとうございます。これ、多分ネタバレしすぎるんで、後半のステージとかはだいぶ、割愛して、編集すると思いますが、マジで面白いゲームとなっております。これ時間潰しにもちょうどいいと思いますんでね。皆さんもぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。